九郎でございます。今回の浜田会館ホールは井上奈々さん原作の熊までのおさらいの舞台化でございます。あの熊までのおさらいがどのような舞台になっているかぜひお楽しみにいらしてくださいませ。皆さんこんにちは。今回彼氏役をさせていただきます伊藤さつきです。男役は多分初めてだと思います。どんな男役を演じるかは見に来ていただいた方のお楽しみとなりますので、ぜひ見にいらっしゃってください。彼女役で出演させていただきます渋沢真美です。今回、黒さんの作品では3回目となるんですけれども、いつも本当美しい、舞台だなっていう印象で、それはやっぱり画家さんだから、あのなかなか、そういうのも珍しいなとは思います。そうですね、私は今回の役どころは、現代の女性、リアルな女性ですので、まあ、皆さんに愛される愛していただけるような、そんな女性を演じられたらなと思っています。あと、あの朗読の方でも、やらせていただきます。よろしくお願いいたします。今回クマまでのおさらいで、女の子役をやらせていただきます村松美雪です。と井上奈々さんの原作は今回2回目となるんですけども、今回女の子役ということでちょっと切ない恋のお話になっておりますので、もう舞台が間近ということで、今月の26日金曜日7時から浜田山会館というところでやりますので、ぜひ見に来ていただければと思います。ではお楽しみください。今回熊までのおさらい、ダンスで参加します宮本恵です。登場するさまざまな動物たちをダンスで表現します。ちょっとクスッと笑って、切なくてキュンとしちゃうような素敵な舞台になっています。ぜひいらしてください。